マリー・バレリー・マティルデ・アマーリエ・フォン、エスター・ライヒは、オーストリア皇帝、フランツ・ヨーゼフ・一世と、皇后、エリーザベトの三女。ハンガリーのゲデレー宮殿で生まれた。アネギー・ゼラや、アニルドルフ皇太子とは違い、母エリーザベトが手元で育てた子供で、一番愛情を注いだ娘である。ハンガリーでは、天の恵みとみなされ、ゲデレーの王女様と呼ばれた。 もし男児だった際には、聖イシュトバーン一世にちなみ、ステファンと名付けるよう決められていたという。1890年、ハプスブルク家の一族である、オーストリアトスカーナ大公、フランツ・ザルバトールとバートイシュルの教会で、結婚式を挙げ、バルゼー城に移住した。二人の間には十人の子供が生まれた。困った人や、貧しい村人に援助したり、 病院や救貧院を開設したりして、地元の住民からバルゼーの天使と呼ばれて慕われた。母、エリーザベトの死後、遺産の五分のニトウィーンにあったヘルメスビラを相続したが、1918年のオーストリア革命後にハプスブルク法を受諾し、皇室用財産を真っ先に放棄した。1924年に癌のため56歳で死去した。 ありがとうございます。